第4機構師団は、シリア陸軍の師団の一つ。第4装甲師団もしくは、単に第4師団とも呼ばれる。第4機構師団は、共和国防衛隊や特殊戦力師団と同様、装備の供与や訓練の面において、一般部隊より優遇されており、シリアの地上戦力における再生 A 部隊の一つに数えられる。当該部隊を構成する証拠をおび、 兵士の大部分は、現大統領バッシャール・アル・アサドの出身州派である、アラウィー派出身者であり、おおむね80%を占めるとされる。また、徴州兵からなる一般部隊と異なり、90%が職業軍人だとされる。ゆえに、当該部隊は大統領及び与党バース党政権の権力基盤の一つとみなされる。シリア陸軍の師団は、名目上そのすべてが、 軍参謀本部の所轄であり、その指揮下にある共和国防衛隊は大統領直轄との説もあるが、第四機構手段は現大統領の弟、マーヘル・アル・アサドの強い影響下にあるため、実質的に当該人物が指揮権を握っており、軍参謀本部の指揮権は表面的とされる。シリア内戦では一般部隊が動揺する中、一貫して政府への忠誠を維持して、 当初から反政府勢力鎮圧を担い、現在も反体制武装勢力と激しい攻防を展開している。第四師団に所属する各旅団及び連隊のうち最も有力な部隊は第四十二旅団であるとされる。またこの旅団は現在の旅団長の名にちなんで外出部隊とも呼ばれる。内戦勃発後、第四師団は霊下に二個不評連隊が増設された。 しかし、この措置は、共和国防衛隊に対して行われた、冷化部隊の拡充と比べると小規模なものに止まっている。また、当該師団は内戦による損耗によって、戦前の質を維持できていないともされる。これは、戦闘によって、多くの経験豊富な士官を喪失したことに加え、ロシアからもたらされた訓練を採用せず、独自の訓練を実施し続けていること、所属部隊が、 他の師団に組み込まれたことが理由であるとされる。現在、第4機構師団は3個機構旅団と1個機械化旅団、及び特殊戦力連隊、そして1個砲兵連隊と2個不評連隊を有する。各旅団、連隊の定員は、機械化旅団が3500人、機構旅団が2500人、不評連隊と特殊戦力連隊並びに、砲兵連隊は1500人からなる。 旅団及び連隊は大隊を機関に編成され、大隊の定員は500人である。第4機構士団は、シリア陸軍の他の士団と同様、旅団及び連隊を機関とする編成である。ありがとうございます。